はい、皆さんこんにちはもう今日は11月になりましただんだん寒くなってますね今日は全く違う話なんですけれども僕は今日はとっても嬉しいというかそういう感じなんですね先日から解説動画を少しキャラ声でやってたんですがこれがもう大変ですね 通常の今までの動画の作るのが終わったそこから数えても約3時間から5時間ぐらいあれに変えるのがかかるんですね。えー、というのはそれをこう読ましてですねいろんなソフトはもうチャッチャッチャッとできるんですけれどもそれを僕が喋ったタイミングと同じようにその動画にもう一度 キャラボイスを当て込まないといけなかったわけですここでって言ってるときにキャラもここでと言わないとですね動画の尺とがどうしても合わなかってそれを綺麗に合わせてたんですねでもそれがもっと便利にできるはずだというもう目論見はあったんですけれどもそれがなかなかこう,うまくいかなくってでもそれがうまくいったので 皆さんにご報告をしたいいと思います今画面に真ん中に出てるようにですねこれは iPad の画面を出してるんですよねそして僕がもう解説動画一応終わったやつをですね iPad に聞かせるんですよ。そしたらこのように「皆さんこんにちは村長スタジオです」もちろん5字もあるんですいろいろあるんですし今日はスタジオ1の1は1になってますのでこれをキャラに読ますと多分スタジオ1のことについてっていうふうに読んでしまったりするのでその編集は必要なんですねでもねこれでこうやってさえ置けば瞬時にですね 英語にもなってるんですよ。もちろん修正が必要ですよね。えー、ですからまあでもこれもやる気になれば修正が効きましてそしてその修正をしたりとかするとですねそれをメールで PC に転送するんです。そしたらこのように Excel の表のようになってですね 時間が管理されてるんですね。何秒後に言ったとかいうことですそれを今までは動画とかで扱う時 SRT という形式で YouTube とかそういうのも全部こうできるように世界標準みたいになってるんですけれどもどうしても僕がやろうとしてるソフトはそれを読み込めなかったと。読み込めなかったけどもこの iPad の UD トークって言うんですけれどもそこからその形式であればうまくいくということが分かったのでこの形式にまあ変換したわけですそれを変換したら字は小さいんですけれども右の端の方にそれとよく似た形式でこのソフト用になるんですねそしてここでボイスロイドという AHS が開発しているいわゆるトークする声ですねこれに喋らすとそして先日までは AI トークといいうのででさていたんですキャラが大体7人ぐらいいてましてでそれでもまあまあ安かったんですね7人分で数千円だったんですけれどもちょっと声の抑揚だったりとか元気よくとか そういうことができなかったんですけれども、このボイスロイドはできるんですよね。だからこれでちょっとやってみたいなと思いまして、それでここに一応タイムカウンターが大きくつけてあります。まあ、ちょうどとはいかないんですが、全体的にずれるだけなんで、一度測ってみます。一番上は0秒から始まって、次は4秒、7秒、11秒、 18秒ということで喋っていくわけですじゃあやってみますみなさんこんにちは尊重スタジオ中の人です今日はスタジオワンのことについてお話ししたいと思います はい、このようにカウンターは2秒遅れでしたけれども、まあ、こんな感じで2秒ずつずれますので、音声を2秒ずつ前にやればそれだけでいいわけですね。このずれはいいんです。相対的にさえずれてくればですね、あとは動画に当て込むだけなんですよね。で、そこでですね、例えばですからここ今18秒になってますが、 これを、えー、25秒ぐらいにちょっと変更しますね。はい。そして、この終わる時間ももちろん変えないといけないんで、えー、25秒からいくから、一応長めの30秒にこうしておきます。そしたら、ちゃんとですね、このしゃべるスピードが変わるんですね。再生します。あそして、まあ、 ちょっと元気よくとかですね、えー、もっとこう喜びとか怒りも入れてちょっと元気よくしますねじゃあ再生皆さんこんにちは尊重スタジオ中の人です今日はスタジオワンのことについて。 はい、ちょっと先ほどより長いんですね。お話ししたいと思います。はい、このようにいわゆるタイミングをコントロールできます。このタイミングというのも、僕が喋ったタイミングを記録されていますので、全く僕の喋った動画のところに、 このキャラボイスを当て込むことができるわけです。もうそれさえできれば読み込むだけですから数時間かかったことがまあ早ければ10分ぐらいではまあ見直しは必要ですけれどもできるんではないかなと思っています。そして先ほどのように英語もできます。字幕も作れます。そういういことで いろいろ僕の思ってたことがようやくですねようやくできるようになりましたので皆さんにまあご報告と僕がこれを報告したところでですね皆さんもソフト買ったりとかしないといけないし、まあ、こんなことをする必要があまりないんですけれどもでも皆さんもいろいろですね IT とか AI とかですねそういうものを これからどん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 進んでくると思うんですけれどもそれをうまく活用したりするために絶えずこれだったらもうちょっと早くなるもうちょっと早くなるんではないかできるはずだというようなそれを考えないとですねいやできないからもうやめたうんまあ頑張ってやれば一日一個ずつぐらい動画作れるしということであれば 多分もう発展しないと思うんですよね。ですからそんな感じでいろいろ考えたらですね、えー、先日からも YouTube 浅井先生とのやつがですね、突然バズったりですね、もうそういうことも世の中には宝くじあたるじゃないですけど、そんな大げさなことではないですけれども、まあそういうことがあるわけですから、えー、チャンスは いっぱい転がってると思いますので皆さんもチャレンジ精神でですね頑張っていただいたらと思っています村長でした